プラナリアは変形動物もに有望状態向、三儀帳目に属する動物の総称。プラナリアが属する自由生活性の変形動物は、体表に潜毛があり、この潜毛の運動によって渦ができることから、渦虫と呼ばれる。淡水、海水及び湿気の高い陸上に生息する。プラナリアは、平たい面を意味する、ラテン語プラナリアスに由来し、プレーン。 平原やプレーン、平面と語源が共通である。覆面中央に、ひだがった陰頭があり、長子間は三義に分かれ、一方は陰頭前方に、二本はその両側を後方に達する。この長子間の分岐が三義長名の名前の由来となっている。糸ミミズやカムシを食べさせると、全身の消化管に入ってゆく様子が見え、全身に消化管が分岐していることを観察できる。 肛門はない。脊髄もない過五条神経系を持ち、目は肺状眼であり、レンズがない。光を感じることはできる。波ム虫の場合目は一体だが、カズメウズムシなど、たくさんの目を持つ者も,もいる。著しい再生能力を持つことから、再生研究のモデル生物として用いられる。進化的には、前口動物と後口動物の分岐点に位置し、三肺葉星動物、 脳を持つ動物として最も原始的であることから、比較発生学、進化発生生物学でも用いられる。死有動体である特性から、生殖生物学でも扱われる。水質の変化に著しい影響を受けることから、指標生物でもある。また、プラナリアは雑食であるが、主食として、魚、肉、昆虫などが挙げられる。生物学で、プラナリアという場合、 日本では三角頭ウズムシか波ムシ属の波ムシであることが多い。有性生殖と無性生殖ができる。水質や水温などの生息環境が悪化すると次第に腹部がくびれてきて二つに分裂してしまう。プラナリアの再生能力は著しく、波ムシの場合は前後に三つに切れば頭部からは腹部以降がビブ側からは頭部が中央の断片からは 全部の切り口から、頭部、後部の切り口から微部が再生される。このような各部から残りの部分が正しい方向で再生されることを曲性があるといい、具体的には何らかの物質の濃度勾配ではないかとされている。再生が秩序正しく行われるための体内の濃度勾配を司る遺伝子として、脳だらけ遺伝子が同定されている。 プラナリアの頭部を切断して、ビブから再生させた個体に、切断前の記憶が残存している。可能性を示唆する実験結果が、タフツ、大学のタルショムラットとマイケル・レビンによって、報告されている。プラナリアは、日本中の川の上流に生息しており、石や枯葉などの裏に張り付いている。主にカゲロウの幼虫などの水生昆虫を餌としている。また、 アクアリウムなどではプラナリアが大発生することがあり、害虫として嫌われている。捕獲、除去には体が柔らかく、ピンセットでつまむとちぎれることがあるので、筆を使って撫でるように取ると良い。また餌となるものを入れておびき寄せる。捕獲器も市販されており、自作するものもいる。捕獲器に入ったものは得てして内部の水質悪化により、短時間で死に至る場合があるので、 生体観察などを目的とする場合は速やかに取り出す必要がある。セイバスーアロナルディ、マリコラアモクパリセリーズファリーナ、プランダデイカスロイスラによる分類。ありがとうございます。